プロデューサーがなんか伝説のグッズを手に入れたらしいぞ。伝説のグッズ、それはどのような食べ物なんでしょうか。師匠さん、まだ食べ物だとは決まってないわ。高根はいつも食べ物のことばっかだな。自分は多分動物の餌だと思うぞ。それも違うような。この動画はコロンビアミュージックエンターテインメント、ゲーム総合誌月刊ゲーマがバンダイナムコゲームズと全国のプロデューサーの協力でお送りはしていません。ジャンジャンバラジャンバラジャラジャンジャンバ、いつまで続くねんこれ。はい、サインコサイン単純バカ、どうもキッカーです。本日はですね、アイマスのグッズ紹介ちょっとやっていこうかなと思いまして、そして今回紹介するグッズなんですけども、私ついに伝説のあのグッズを手に入れましたので、ちょっとそれをね開封していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、その伝説のグッズというのが、じゃらん、あ、見えてる見えてる、じゃらん、じゃ、ちら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 なんだその効果音、楽しいですけど、こちらアイドルマスターステーションのテープカッター、何に見せようかよくわかんないですけど、伝説のテープカッターついに私ゲットしましたのでね、説明しよう。伝説のテープカッターとは、アイドルマスターステーション電車型テープカッターのことである。アイマスフィフスライブで販売されたが、くしくも売れ残り、以後様々なイベントで販売され、声優さん自ら手売りなどもされた伝説のグッズである。僕はこのグッズがなんで売れ残ったのか、その謎を解明していきたいと思います。だってね、見てください、おクリップボックス付きですよ。クリップボックスとは何ぞやって話ですけど、あとこんな感じで横は背面こちら、え、引いて離すと何プルバック、待ってプルバックって何、プルバックするよ、プルバックするらしい。そして、あ、付属のシールを貼って、あ、普通音とか、え、すごい、なんかいろいろカスタマイズできるの、なかなかレベル高い商品じゃないですか。プルバック走行というのは、本体を後ろに引いて手を離すと走る。え、これ走んの、これ走るらしいっすよ。え、そんな多機能なの、すごくないですか。で、クリップボックスは市販のクリップを入れてクリップボックスとして、あ、そういうことね、クリップ入れるんですね。じゃあちょっとね、伝説のテープカッター開けていこうと思います。どうやってこれは開くんだ、ここか、ここだ、いきますよ、開きます。おっ、おおおお、ついに約10年の時を超えてテープカッターが、おおおおおっと落ちた。これが伝説のテープカッター、ついについにやりました。お、これシール、あ、シールとかこれでね、いろいろあるんですね。いいですね、これミンゴスとかヌーとかハラミーとか、なんかいろいろこれでシスター待って、シスターマダミの小さな服をいいですね、あ、懐かしいな、普通オタコーナーとか、あ、なんだっけ、あったっすね、徳森稲荷神社、うわ、夏い、歌姫メラクエ2010とか、うわ、マジで、すげえ、そんなシールを貼って、まあ、自分のね、好みにカスタマイズするってことですよね。そしてこれが、テープか。ほい、いいっすね、いいんじゃない、ほんとグッズっぽくて、開けていこうと思います。どうやって、これが多分クリップボックスなんですよね。伝説のクリップボックス。そして、ん？説明書読むわ。これ何、どうやって開けんの？あ、なんとなく、なんと、オッケーオッケー、なんとなくわかった。これがね、下が動くらしい。お前、下が動くのか？
外れたよ、外れたよ。お、テープカッターっぽい。これが伝説のテープカッター。おいはいはいはい、あ、グイン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 グ、いいねいいねいいね。ちょっと装着していこうと思います。さあ、こうしてここを外して、こういうことですよね。僕もね、テープの付け方ぐらいわかるよ。これで、わあ、わあ、テープカッターだ。テープカッターだよ。待って待って、貼れるのかな、まだ。は、行くよ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 。は、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 行くよ、切るよ。ちょっと響きのところで切るのがかわいそうだから、ここぐらいで。あ、テープカッターだ。行きますよ、行きますよ、行きますよ。アイドルマスターステーションで切れよ。切ろう、切ろう、切ろう。ここで、切って、行くよ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 。貼るよ。貼れた？貼れた？貼れたよ。あれ、テープカッターだよ。テープです。すごい。そしてこれを、あれでしょ？これだったら、ね、刃が出てるから、ちっちゃい子には危険。ちっちゃい子には危険だからということで、じゃん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 。これどうやってはめた、これ。あ、これ、いくよ、いくよ。うぃー、ガチャーン。これで安心。え？なんでこの商品が売れ残ったの？こんなすごい商品が。てな感じで。伝説のテープカッター、予想以上にね、使い道がたくさんあって、クリップボックスで使えて、そしてね、こういう風に安全、小さな子でも安全、そして使うときはガチャって開ける、そして今でもなお貼れるという、なんていう素晴らしい商品を僕たちはずっと売れ残りにしていたのか。まあ最後にね、フルバック走行、フルバック走行かな、この動画の最後にね入れて終わりたいと思います。いや本当に皆さん、ご視聴ありがとうございました。失礼します。ほなな、またぬ、おやすみんごすの時代っすよね。いやー懐かしいっす。のおおおお、呪いな、もうちょっとあれかな、よっ、おお、楽しい楽しい、あっちからあっちから、よっ、おお、乗るかな、あ、クリップボックスが、あ、揺れ乗った揺れ乗った揺れ乗ったよ、揺れ乗った、あ、よし、ととよし、取る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 よ、取るよ取るよ取るよ、あ、イオリがちょっと待って、ちょっと行くぞ、あ、イオリ、ちょっと待って、イオリ頭大きい、イオリ頭大きいな、イオリ頭が大きいぞ、ちょっと、あ、いけるいけるいける気がする、行くよ行くよ、はい、あー、イオリが、そっとそっとね、そっとそっとそっと、お、行くよ、そっと、はい、